はい、電回路41番です。まあ、液状の形の電回路があったときに、1アンペアの電流源をつなぐところと、1アンペアを取り出すグラウンド位置は、それぞれ1個ずつだったんですけども、グラウンド位置が複数あった場合について考えてみましたと。たまたま対象の位置に、4分の1ずつ抽出したという作戦にすると、代償数を用いて解くことができるはずで、まあこんな感じになりますので、こうとこうとこうとこうグランドした場合には、こういう感じで、なかなかいい電位分布の合成抵抗が求まるということがわかると思います。はい、以上です。